THAAD ミサイルはアメリカ陸軍が開発した弾道弾迎撃ミサイルシステム。当初は戦意高高度防衛ミサイルと呼ばれていた。THAAD ミサイルの構成 THAAD は敵弾道ミサイルがその工程の終末に差し掛かり大気圏に再突入の段階でミサイル防衛により迎撃、撃破するために開発された。 従来このような役目には、パトリオット PAC-3 が配備されてきた。しかし、パトリオット PAC-3 は、比較的小規模で展開しやすい代わりに射程が短い、ため、高速で突入してくる、中距離弾道ミサイルなどへの対処が難しく、また、迎撃に成功した場合でも、地上への被害が大きくなるという問題があった。このことから、 パトリオット PAC-3 よりも高い、清掃圏よりも上の高度で、目標を迎撃するために開発されたのが THAAD である。THAAD は、大気圏外での交戦に特化しており、低高度での弾道ミサイル、あるいは、通常航空機との交戦は、パトリオット PAC-3 など、従来型のヒマド用ミサイルシステムに任せることとなる。また、 大気圏外での光線を重視していることから、洋上配備の SM-3 と同様の中間段階対処も可能であると誤解されることがあるが、THAAD はその名前の通り終末段階での迎撃用であり、地上での中間段階対処については、より長射程、高射光のグビーが主としてこの任に当たる。THAAD のミサイル本体は一段式の固体ロケットブースターであり、 水力変更ノズルで気象方位を調整しつつ秒速秒速2500メートルまで加速する弾頭として搭載される迎撃隊は赤外線誘導の運動エネルギー弾であり大気圏外でブースターから切り離された迎撃隊は飛来する弾道ミサイルを赤外線画像シーカーで捉え外周に配置された10個のスラスターで自らの姿勢と軌道を制御し 標的の最適部位に直撃して運動エネルギーで、これを破壊する。アン、トッピー -2 レーダー THAAD の地上システムは、自走、またはトレーラーによる移動式であり、重連装ミサイル発射機、X バンドのフェーズドアレイレーダー、C4I システムからなる。X バンドレーダーは 1000km 以上の探知距離を持ち、 飛来する弾道ミサイルの追跡、迎撃ミサイルの中間誘導も合わせて行う。なお、この X バンドレーダーのみをミサイル防衛用の地上レーダーとしてアメリカ国外へ前方展開することが実施、検討され、日本ではその最初の1台が2006年6月青森県の斜力分屯基地に配備。2014年12月、 京都府のアメリカ軍協が三崎通信所に二代目が配備された。THAAD ミサイルは主契約者であるロッキード・マーティンによって設計、製造、組み立てが行われ、レーセオン、ボーイング、エアロジェット、ロケットダイン、ハネワル、ベイシステムズがその他の契約者として名を連ねている。 開発費として2004年の予算で7億ドル以上が計上され、総開発費は100億ドルが見込まれている。2008年5月、THAD を配備する最初の部隊がテキサス州のフォートブリス基地にて編成され、2009年からの本格的な運用が予定されている。日本も北朝鮮が2009年に行ったミサイル発射実験を受け、全国瞬時警報システムに加えて、 ミサイル防衛力強化のために THAAD の導入を検討していると毎日新聞が報じたが防衛省は導入の具体的な検討はしていないと発表している。しかしその後の相次ぐ北朝鮮のミサイル発射実験や発射技術向上を受け稲田智美防衛大臣が2017年1月13日にグアムのアンダーセン空軍基地を訪問し THAAD の視察を行った。 一方、2017年2月には、エブゲーニー・ウラジー・ミロビッチ・アファナシエフ中日本ロシア、連邦特命全権大使から、日本への導入を行わないよう警告がなされた。朝鮮半島有事に備えて、2016年7月8日、大韓民国の在韓米軍に配備することを決定したと発表した。これに対し、 中国とロシアは激しく非難したが、大韓民国国防部は7月13日、配備先を、軽症北道西州軍に決定したことを発表した。韓国ギャラップの世論調査では、賛成56%、反対31%で、賛成が多数となっている。9月30日に、韓国政府は、軽症北道西州軍にあったゴルフ場、ロッテスカイヒル西州カントリークラブを、 t h a a d 配備用地と決め、所有者のロッテ商事には代わりに、軽機動南洋州市にある軍用地を提供すると発表した。2017年3月6日、在韓米軍から須山空軍基地に t h a a d ミサイルが到着した。2017年3月15日、中国政府はこの日より、韓国への団体旅行商品の販売中止を 国内旅行会社に命じた、いわゆる、金管令が開始。2017年3月23日、韓国国内に THAAD が配備されることに対する中国の報復制裁を批判する超党派の決議案が、アメリカが州国会議会で発議された。2017年3月30日、アメリカ軍の THAAD システムが、 在韓米軍に配備されることに反対する中国の韓国に対する経済報復行為を中断するよう求める決議を韓国国会が超党派で可決した2017年4月26日未明に在韓米軍が THAAD システムの革新装備であるレーダーと光線統制所発射台などを星集ゴルフ場に搬入した 2017年6月7日、韓国大統領府は環境影響評価が完了するまで THAD システムの本格運用を先延ばしする方針を発表した。5月10日に就任したムンジェイン大統領は、かねてから THAD 配備に慎重な立場を示していた。2017年7月28日、北朝鮮のミサイルを発射を受けてムンジェイン大統領は、 米軍基地内で保管中の残り4機についても、環境評価完了前に、臨時配備という形で、追加配備する方針を明らかにした。2017年9月7日、残る発射台4機と工事用装備、資材などを搬入した。これにより、6機すべての設備が揃い、THAAD システムの本格運用が始まることになる。限り関連も参照中国は、 韓国のミサイル配備に反発しており、外交部は中中国韓国大使を呼び抗議、報道官が連日配備中断や撤去を求めた。7日付の環球時報は、韓国の保守主義者はキムチばかり食べて頭がおかしくなったのか、北朝鮮の核開発と大国間の勢力争いの中を漂う菊さになる。韓国は寺や教会が多いのだから、その中で祈っていればいいと韓国を揶揄する社説を、 掲載した。また、韓国からの輸入規制措置、非完全障壁、韓流排除、韓国企業の営業阻止などの露骨な報復を行った。特に THAAD 配備地を提供したロッテグループには報復措置が最も激しく、ロッテ商事が土地交換に応じて契約を結んだ際、検疫当局によるロッテ菓子の廃棄処分や、 中国人によるロッテのボイコットなどが起こった。中国にあったロッテマートも甚大な影響を被り、99、年9月から中国店舗売却を進め、北京地域売却に続いて2018年5月に、上海地域売却、残り14店舗も上半期までに売却など、中国進出11年目にして、中国から追い出された。 中国ロッテマートの営業損失と死によう、ロッテタウン建設プロジェクトの中断、免税店の売上高の減少など2兆ン調の損失を負った、ありがとうございます。